第9章近代国家の成立3立憲国家の成立と日清戦争10今回は不平等条約の改正について見ていきたいと思っています。不平等条約の改正このゴールはどこにあるのかというと2つ項目があって1つが領事裁判権これの撤廃です。もう1つ関税自主権の回復。 この2つを目指して明治の一時代を使って必死に解決に向けて進めていくそんなところを今回は扱おうと思っています1つ目領事裁判権の撤廃について少し見ていくといつこれはかなうのでしょうか1894年 六津宗,宗光外務大臣の時に成し遂げることができます一方でこちら1911年小村寿太郎外務大臣の時に叶うことになりますえここが最終のゴールですここに向かって、えー、ずっと明治代をかけて、えー、やっていくところを追っていきますねえー、そもそもですけれども不平等条約いつ結ばされたのか どここがきっかかけなのかと年のことと年です日米就航通商条約ここでアメリカに突きつけられた不平等条約これをなんとか撤廃したいこれを対等なものに戻したいそんなところで網がくわけですね。当時アメリカとだけではなくて他の国々とも結んでいる。オランダ ロシアイギリスフランスえ5か国と同じような条約を結んだということで安政の5か国条約えそのように読んでいるえそれではこの不平等条約の撤廃、えー、に向けて誰が取り組んだのか。 一人ずつ見ていこうと思っています、えー、まず一人目がこの人ですね岩倉智美彼が中心になってまずは取り組みます、えー、いつからでしょうか彼が検温施設として派遣されたタイミングからです検温施設として派遣されるのはいつでしょうか国の中が一段落ついた、えー、そんなタイミングです1871年廃藩置県の年ですね 地権の成功、その後に彼は嫌悪施設として派遣されるしかしヨーロッパに渡って「いやいやあなたの国憲法も法律も全然やん」って「整ってないやん」ってそんなん対等な条約無理やで」ってえそんなことを言われて帰ってくるんですね断念全然無理やってそして帰国したら言われたことやらなって国をもっと整えなって 国の中を整備せな内地を行おうと帰ってくるんですねしかし帰ってきたらオルスバンをしていたくれた政府の面々は朝鮮に行きたい政官論を唱えていますつまり国の中を整えなければいけないっていう内地を唱えるえ留学から帰ってきた派閥とオルスバンをしていて朝鮮に攻める政官論を唱えている派閥と対立するんですね馬が合わない 結局青函派がゲアするっていうことが、えー、ここで起こっているこれを明治6年の政変という1873年のことですね、えー、こういったところも含めて岩倉ともを押さえておいてください続いてバトンを受け取るのは寺島宗則です電信線の仮説に関わったそんな人ですね えー、彼は完全自主権の回復、えー、これに向けて取り組みましたアメリカから賛成を得られましたしかしイギリスやドイツからは反対賛成を得られませんでしたつまり失敗ですアメリカとだけ対等な条約っていうのはありえないんですよねなぜなら最恵国待遇 を認めているからイギ,リスイ,イギリスやドイツにアメリカよりもいい待遇を認めるんだったらそれを必ずアメリカにも適用してねそんな約束があるんですねだからアメリカとだけ対等な条約イギリスドイツとは不平等な条約イギリスドイツの方が有利やんみたいな状況っていうのは成し遂げることができないあ存在することがありえないというところで、えー、失敗です。 続いて井上薫です。ここで内閣制度が整っていますね。外務局から外務大臣になる、そんなところの担当者です。彼がやろうとしたこと、いくつか書いておきますね。彼は被告人が外国人の場合、外国人判事を任用する。 そんなことを案に盛り込んでいるここに対してやっぱり批判がきますよそら国家の権限司法権を外国人に譲るええー、のそれってそら批判がきますよね続けてえ当時外国人が住む場所として居住地がありましたよねそこで貿易なんかもやっていましたけれども、えー、そこから国内を解放する内地雑居これも 改正案に入れておった続けて外国施設を招くもてなす場所として、えー、6名館を建造するこういった外国に迎合する王家政策みたいなものを、えー、彼は展開していったそうすることによって不平等条約の撤廃を考えたんですけれどもね結局 えー、極端な謳歌政策だとして批判されます誰に批判されるのかいくつか、えー、人がいますけれども、えー、一人国粋主義者の三宅節令、えー、彼は日本人という、えー、文章の中でこれを批判しています、えー、もう一つ平民的謳歌主義徳富蘇峰。彼も国民の友で えー、批判、えー、続けて法律顧問のボア・ソナードや、えー、同じ政府のメンバー農商務大臣の谷立樹彼らからも反対の声が上がり結局改正会議は延期されて、えー、しまうことになりました。ときを同じくして1886年には事件が起きているノルマン・トンゴー事件」。この これに対しても批判が上がって外交失策の挽回だみたいなことを求められる三大事件憲白運動が起こっている民権派ですよね自由民権派が、えー、地獄軽減や言論集会の自由とともに外交失策の挽回を求める三大事件憲白運動が起こっていますもう前に進めることはできません井上薫は、えー、次にバトンを託します、えー、続いては大隈重信です大隈重信 彼は何をするのか。彼は。外国人判事を大審院に限って、任用する。これを改正案として掲げていました。外国人判事の任用に関しては。井上馨と一緒ですね。彼はまあ、大審院に限ってっていうところで、ありますけれども、まあ、同じですよと。 えすると、まあ、同じことをやろうとすると批判が来るえ批判が来ることは分かってるんやったら隠したらええやんとこっそりやったらええやんとあ密約でやるんですねしかし密約でや,るやろうとするんだが結局、えー、バレてしまった「ロンドン・タイムズ」暴露交渉内容を暴露され、えー、結局炎上してしまいます えー、大隈重信けしからんみたいなところでええー、者青年から爆弾を投げられる来島恒樹という人ですねえー、時の黒田清高内閣は総辞職です、えー、続けて青木修造 彼は1889年から91年にかけて担当しますこの頃から比較的条約改正交渉はやりやすくなりますなぜでしょうか2つ理由があります一つは国内の 流れというか国内の整備が進んでいるからですえ国会が開設されたということですね八十九年に大日本帝国憲法が出来上がり九十年に初期議会が開催されているえつまり立憲国家になった諸外国が認めてくれるんですよね一,一目置いてくれるんですよね日本っていう国はどうやら憲法ができて議会が開かれてるらしいお整ってきたやんと も対等でええんちゃうんとそんな話になってくるともう一つは国外的な要因です外交的な要因ですねロシアが南下しているらしいぞとこれによって東アジアに権益を持つ国が危機感を感じているどこの国か イギリスですイギリスが危機感を感じて日本との交渉に応じるようになるとこういった理由で、えー、進んでいきますまあこの本当はやったら青木シ造のところで完全試験の撤廃完全試権の回復領事裁判権の撤廃は進んでいたかもしれません、えー、しかしここで事件が起きています大津事件という事件ですね えー、もうこれは多分ご存知でしょうか訪、えー、日中のロシア皇太子が、えー、滋賀県の大津、えー、ここで、えー、警備巡査に傷つけられたっていうそんな事件ですねで、ま、津田三造っていう警備巡査ですけれども、えー、彼は、ま、ロシアがこう南下していることを知っているでこのロシア皇太子の目的は日本侵略のための調査じゃないかみたいなふうに誤解したんですねで、ま、日本のためを と思ってでしょうか、えー、ロシア皇太子を襲うでまあそんなロシアの皇太子を襲うみたいなことをやると報復くるんちゃんって、まあ、恐れた政府はえ津田を試験にするように要求するんですね。しかし当時の大臣委員長小島これ方。 彼はそんなことは許されないと拒否します結局あ死刑というのは重すぎるってうことですよね結局この大津事件ではそうやって裁判所の司法権の独立が保たれたというところで評価を得るんですね青木修造は結局は隕石辞任ですしかしまあこの大津事件についてもう一つ加えておくとすれば あの司法権の独立っていうのはここで成し遂げられた素晴らしいしかしもう一つえっ、ー、と押さえておくべきことはネガティブな要,因要素として裁判官への干渉があったっていうことですねこの事件に関わっていたのは実は小島これ方大臣長ではなくて他の裁判官が関わっていたで政府の側国は死刑にしろって言っている 大臣委長の小島これ方は、いや死刑なんてせんでい,いって思ってる。でそれを担当している裁判官にこう伝えるんですね。金銭でいいから自分の思うようにしたらいい。良心に従って裁けばいい。みたいなことを言うんですね。で結果として司法権の独立は果たされたが、裁判官から裁判官への干渉があったっていうところで、えー、ネガティブなこととして捉えられる。 ポジティブな面とネガティブな面と2つあるよっていうのが、えー、この大津事件のポイント特徴ですねまあ実際ここの範囲っていうのは政治経済の範囲で、えー、ここまで詳しく日本史のところでやる必要はないですけれども知っ、えー、ておくといいかなと思って話しました以上、えー、続いて陸奥宗光ですねやっとここまでやってきました陸奥宗光 えー、ここでやっと領事裁判権の撤廃が叶います、えー、この時イギリスと日英通商公開条約調印しこの後十七年までに他の欧米諸国とも、えー、調印することによって 領事裁判権の撤廃が進みます。続けて。小村寿太郎。 ここで日米通称公開条約。 完全自主権の回復がなされ不平等条約改正を、えー、解消を達成しました、えー、実は1911年、えー、これが明治44年明治っていうのは45年までなんですね明治の一時代すべてを使って、えー、不平等条約の改正を達成することになりました逆に言うと、まあ、これだけの時間をかけてやっと改正できるものだったんだということですね 明治時代何に取り組んできたのか国家目標として掲げていたものは何であったのか少し確認しておきますね明治時代は不平等条約を突き,を突きつけられるぐらい日本っていう国は弱かっただから国を強くしなければ産業を起こさなければって富国強兵や 食産工業をスローガンに進めてきましたそして突きつけられた不平等条約を何とか改正しなければってこれを国家目標に彼らは命を使ってきたそして結果はどうであったのか結果は1894年に 日清戦争があり1904年に日,清戦争がありあ日露戦争がありどちらの戦争もひとまず勝利を収めているつまり不国共兵や食産工業が成し遂げられたことを意味するそれから憲法ができて国会ができて立憲国家が成立しました不平等条約も不平等条約の改正も達成することができた。 明治時代は一つつずつ目標を達成することができましたじゃあこのあと国民の熱はどこへ向かっていくのか今度は大正時代選挙権を拡大しようとか政党政治を実現しよう薩摩長州中心の反発政府いやいやもうやめてって政党政治国民から選ばれたリーダーが政治を行ってよってえそんなふうな民主主義 対象デモクラシーが起こっていくこんな感じですよね、えー、以上、えー、ここまでこの先の展望を示したところで条約改正に関する今回のページを終わりにしようと思います以上ですお疲れ様でした